はいどうも、風邪気味の横顔です。口呼吸でもね、若干ちょっと息が荒いと思うんですけど、許してください。ということで元気にデッドバイやっていきましょう。ということでね、今回はねデッドバイあるあるということで、僕自らあのリージョン好きをね公言してるので、そんなねリージョン好きの僕がプレステージ1ではねちょっと示しがつかんということでね、なんとかプレステージ3のレベル50までは持っていったんですけども、パークがありません。ということでデッドバイあるあるということでやっていきましょう。はい、ちょっと適当な感じなんですけど、よろしくお願いします。はい、で今回持ってきたパークなんですけど、見てもらって分かるように結構レベル1が多いです。タナントフォビア、破滅、簡略、血の追跡者でやっていこうと思います。さあ、いましたね。アドオンは鉄板2つつけてきてます。フランクのミックステープとサスキズの研究でございます。よろしくお願いします。金髪だね。お見つけたいぞ。さあさあさあ、ちょっとね風こじらせてしまってね、すっごい鼻声で申し訳ないんですけど、これは殴れるやつだな。スピン。さあここね、まあ、ナースとかだったら中央に煮込まれると、うわ厄介だなって思うんやけど、リージョンはね全然ここ苦にならないです。ガンガン追っていきましょう。あれ、やっぱりフランク OP ですね。あれどこでダウンした、これ。あ、いたいたいた。さあエースをダウン取りました。釣っていきましょう。あ、これやばい、ストライク吐かれるかも。大丈夫かなこれ。いやーマジか、ストライクあるよな、しくった。さあ2ラウンドいきましょう。ちょっとねこれもう全釣りは厳しいかな。いやそこ強いよね。まあ、ループするよね。まあちょっとここでね粘られると美味しくないので、次行きます。さあ一応知らせてくれたのでそっち行きましょう。ちょっと欲張りましたね、便民が。痛くない痛くない。おー、デッドハート、うまい。さあお伏せですね。いいの倒したね。さあ板いただきます。んー、ちょっとねストライク、今回はねドリブルしてでもいいから無理やり潰したい。さあさあさあ、板使うのかな、どうする。さあさあさあ、これ振り向くね。よし、さあチェイスを切ったら目指すの切らないね。おそらく普通に強本使ってダウン取れるでしょう。この時スタンだけはねもらわないようにしておきましょう。ということで、いや取れないなこれ。倒す、取れる。あー、くそ、やっちゃった。今のは僕が下手でした。いやーちょっと時間使いすぎだな、まずいなこれ。破滅が仕事してるけど、まずいなこれだと。で逃げられたか、ダウンどこだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ただここだとねストライク打たれちゃうかな。ちょっと気持ち悪い、ちょっと標準語で申し訳ないです。ちょっとなんかね実況してるとね標準語になっちゃうんですよ。別にね標準語が気持ち悪いってわけじゃないんですけど、僕あの普段ね関西、まあ僕関西なもんで関西弁で喋ってるのに、なんか普段喋ってる言葉じゃなくて、なんか自分的にちょっと気持ち悪くて。どこだ。さあさあさあ、まあ、やっぱストライクはねやっぱリージョンからしたらしんどいですね。ということでね、皆さんもデッドバイあるあるコメント欄で募集しておりますので、じゃんじゃんコメントしてください。倒さないね、なら追っかけるよ。ということでこれは一旦チェイス切りますか。血の追跡者を生かしていきましょう。切らないならば OK。 なんで倒さなかったんや。いただきます。さあフックがあるかな。まあ試合展開としてはね、まあ、絶望的なんですけど、まあ、最後までやっていきましょう。基本的に
動画は一発撮りでいきたいので、あんまりね、あの出来だ取れたかというかね、そんな意識してないですよね。意識しろよって話なんですけど、これ殴れるな。よし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 、視聴者の方がねコメントをあのしていただいてた中に、してくださってた中にね、リアル実践っていう言葉があったんですけど、本当そうなんですよ。僕リアル実践なんです。さあダウン取れましたね。これで2人目か。ちょっと渋いですね。あのエースのストライクが結構痛かった。裏向きかこれ。いやーちょっと怖いな、ちょっとストライク怖いな。お願いやめて。よし、ただ破滅の位置が、あまたストライクか。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとストライクマジで OP すぎひん？ちょっと OP。 風邪気味のおじさんなんだから優しくしてよ。ちょっとねこのパークでスマジャックかな、このパークでこの結果はちょっとあまりにも恥ずかしいぞ。リージョン使いとしては倒さなかったね。今の倒してたら僕スタンクなってたんで、まずいぞお前。その結果でお前リージョン好き語るなって言われそう。やばい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 、リージョン好きダメなんじゃないか。リージョン好きなめるなか。ちょっとね今日ね本当にね僕めちゃくちゃ喉が痛くて、いやねツイッターではねこう動画投稿休むって言ったんですけど、いや目標としてね、あの2019には毎日投稿をね目標としたので、いや休んでられへんなということでちょっと頑張って収録しております。なんとかね12時に間に合うように。さあさあさあ、1人持っていけそうにないなこれ。さあ通電しちゃいましたね。クエンティンさんじゃねえわ、エースがこれちょっと殴れるかな。板がなければ殴れるんだけども。あーなるほどね。オッケー、結構これ引っかかる人多いよね。多分上手い人やったら余計に引っかかるんかな。このなんかなんだろう、こうセオリー通りあの回ってくるんじゃなくて、あえて止まっとくと来てくれるっていう。ただ通電されてしまうかな。ちょっとこれはさすがに出られるかな。フランクと刺し傷使ったのに一人もつる説か、ちょっと渋いな。ゲート遠いからこっち見に行くか。あそっち行ったんだ。ああこのキング持っていけるかな。持っていけたら惜しいんやけど、まあ逃げられるか。間に合わんなこれ、間に合わんな。甘えてくれっかな。お、ハッチあったじゃん。これワンチャン甘えるか。これワンチャン甘えるぞ。あ、でもこれデカがあるのかな。デカあるんかな。さあ、どうする。あ、上行った。で、下降りた。はい、これはやられましたね。やっぱストライクどうしようもねえな。今回ストライク3人やったんか。お、あこれで開いちゃうね。そら今キャッチいけたかな。あれ逃げたね。これひょっとしたらあそこにいるかもしれへん、中央のとこ。ハッチをキング見つけてたからワンチャンいるかもしれん。見に行きますか。いるんじゃないこれ。いやこれいるぞ、ほらほらほら、いる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 、絶対いるわ。あー、はい、ということでね、対戦お疲れ様でした。今回使用したパークは破滅レベル2、観客レベル2、C 恐怖症レベル1、血の追跡者レベル1です。ちょっとねほんまできるだけ早くBP 稼いでリージョン、いろんなパークね、皆さんにこう動画をお届けできるようにちょっと揃えていきたいと思うので、応援の方よろしくお願いします。ということで
今回の動画はこれでおしまいです。ちょっとね、本当に風邪気味で全然準備できてなくて、結構適当な動画になっちゃったんですけど、ごめんなさい。はい、ということで今回の動画はこれでおしまいです。もしこの動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは動画でまたお会いしましょう。グッバイ、 See you later.